教えてました。Q&A セントライト記念。よろしくお願いします。お願いします。はい、セントライト記念ですね。まあね、不可笑トライアルというイメージでもあるんだけど、まあ最近はね、結構、まあ去年ことで、3歳の視力が不可笑に向かったんだけど、天皇賞に向かったりとかね、ちょっとなかなか位置づけが難しいレースで、まあどちらかというとね、それもセントライト記念よりも、神戸新聞杯の方がね、一戦級が揃うというイメージもあるので、なんかね、すごい活躍馬がいるわけではないんだけど、ただね、まあ今後の、占う意味でも注目の一戦なのかなって感じがしますね。はい、それでは過去の結果を見ていきたいと思います。過去10年ですね。まあ去年はね、レイベンスティールが勝ったんですけど、まあその前見ていくとどうですか？なんか記憶に残ってるのもいますか？ビビットやっぱり。バビットと私、ガイアホースですね。この2頭は結構この先のこうニューヒーロー誕生っていう気持ちになれました。ええ、アスクビクターモアをね、沈めて、まあこの方はアスクビクターモアがね、逆転して、菊花賞馬になるんだけど、ただガイアホースがね、まあこんな活躍が期待された割にはちょっとイマイチみたいな感じで、最近はね、なんかいろんな、マイルに行ったり、いろいろちょっと迷走中だけどね、もうちょっと活躍してもいいかなって感じはしますね。そうですね。あとなんかいる？まああれか。やっぱ北サンブラックか。ね、北サンブラックの年なんかはね、これね、俺たちまだ北サンブラック6番人気で、僕ね、これ今年6番人気、9番人気、10番人気でね、相手いくらだったかなんか、30番とか40番の3連当たったんだよね。だから、こういう年にも、北サンブラックの年とかもそうだし、あとバビットの年、あと、まあ、去年もかな？あと、リオンリオンが逃げ切った年もそうだけど、やっぱね、内前有利になることも結構あって、そうなると、波乱になるんだよね。で、逆に、まあ、ガイアゴースの年なんか差しだし、まあ、朝のイタズラの年も差しかな？なので、結構トラックバイアス試合でね、どっちの展開になるかかなり変わるので、そういう意味では本当トラックバイアスはかなり重要なレースかなっていうのは、この過去10年を見るとわかるのかなと思いますね。ありがとうございます。それでは今年の主な出走馬を見ていきたいと思います。そうね。なんかまだそんなに頭数が定まってないんだけど、まあ一応コスモキュランダ、皐月賞2着でダービー6着馬が、一番人気になるのかなといったメンバー構成で、まあそうね、やっぱダービー出てた、このコスモキュランダ、アーバンシック、エコロバルツ、その3頭で、それ以外ちょっと下がるかなといった感じが出てるの感じがしますね。まあ特にね、ミーチ的にも、コスモキュランダ、アーバンシックが80台で、それ以下がね、75ってなっちゃうんで、かなり離れてるんでね。そういう意味で言うと、この2頭が、まずは中心で回るレースかなと思いますね。なんか注目の馬いますか？実績だけで言うとやっぱりコスモキュランダアバンシックになるんですけど、私結構アバンシックの方が期待してます。ああ、アーバンシックもね、皐月賞4着の内容も良かったし、その前ね、実はダービー馬に迫った内容かな、京成杯かな、なんかもうすごく強い内容だったので、本当ね、アーバンシックがね、逆転してもおかしくないかな、だから僕もそう思います。はい。ありがとうございます。ではコースから見ていきたいと思います。中山芝2200メートルの特徴を教えてください。昨年は中段打ち目から早めに外に出して伸びたレーベンスティールが勝ち、後方外目から外を回って追い込んだソウルオリエンスが2着で人気2頭の決着となりました。3日間開催の最終日ですが、マスターのトラックバイアス表ではややイン有利でした。抑えるべきポイントがあれば教えてください。まあね、これね、中山2200メートルって、まあコース見てもらうとわかる。スタートからね、1コーナーまで結構距離があるのと、外回りなんだよね。なので、まあ、やっぱり、ね、残りやすいコースではあるんだけど、基本的には枠順有利不利もそんなにないし、客室的な有利不利もそこまで大きくないのかなという感じがしていて、で、やっぱさっきもね、過去10年の時に話したんだけど、それよりもね、かなりトラックバイアスが重要で、去年なんかもね、外を回してソールオリエンス強かったんだけど、やっぱそれがね、レイベンスティールが内を回したことで逆転したように、トラックバイアス勢でかなり変わるんだよね。で、さっきの傾向で2023年はやっぱり内。で、21年と22年は、まあ、ほぼフラットで、まあ、明日までイタズラが勝った試合はむしろ雨が降って外だったんだよね。で、バビット、リオン、リオン、ジェレラルのあたりは、まあ、やっぱ前が残ってると。で、ミッキースワローは外差しとかいうふうに、まあね、北サムラックとしても前のこのだったように、かなりね、トラックバイアス次第では内前で穴になる年もあるし、逆にね、外が伸びるときには、朝間のいたずらみたいになるので、本当にトラックバイアスに一番注意するのがいいのかなと思ってます。ありがとうございます。では続いては皐月賞組からの質問です。2着のコスモキュランダ、
4着のアーバンシック、7着の、エコロバルツ、8着のルカランフィーストが出走予定です。コスモキュランダは中段打ち目から早めに外に出して伸び、アーバンシックはスタートで不利があり、後方馬群から回って追い込み、エコロバルツは出遅れて最後方から、ルカランフィーストは後方打ち目から伸びましたが届きませんでした。名将タバルが大逃げをしてハイペースになったレースですが、マスターの評価を教えてください。そうね。これ今お話し、まずレースとしてはハイペースだったと。で、2着のね、コスモキュランダは、もうあれだよね、ジャスティン・ミランに迫ったって見ると、すごく立派なんだよね。なんだけど、ただレース企業としては、やっぱモレール騎手が最高にうまく乗っていて、中段のね、馬群の中で中段で、先行馬群から離れたところを気分よくポツンと1頭で気分よく追走して、4コーナーぐらいから早めにうわっと外に持ち出して、という内容だったんだよね。なので、まあ、ね、皐月賞2着だし、勝ったジャスティン・ミラノと同タイムって考えると、まあ、ね、評価を下げるべきポイントではないんだけど、ただモレーラがかなりうまく乗っていて、馬群から離れた切れたポツンを走っていたねと。で、一方、アーバンシックは、まあ、0コンマ4離れてるから、ね、ちょっと着差はあるんだけど、ただ、後方の馬群の中でちょっと厳しい位置にいたことと、とね、出遅れてかなり外を回ったことを考えると、たくさんほどは能力差がないかなと思ってます。なので、基本的には、このコスモキュランダとアーバンシックに関しては、まあそうね、5って言っちゃうとちょっと言い過ぎかもしれないけど、たくさんほど能力差がないんで、まあほぼ互角ぐらいの評価でよくて、あとエコロバルツに関してはね、このハイペースをちょっとまあ最後方で追走してうまく展開がハマった感があるので、ちょっと上位2頭から差があるかなという感じがしてます。と、ルカランファーストか。まあちょっとね、その前の内目にいたんだよね。なので、まあ、そうね、エコロバルツルカランファーストはやっぱり上位2頭からはちょっと差があるかなという評価でいいかなと思いますね。ありがとうございます。続いては日本ダービーからです。6着のコスモキュランダ、8着のエコロバルツ、11着のアーバンシックが出走予定です。コスモキュランダは出遅れて後方打ち目から外をまくっていき、エコロバルツは8枠から逃げ、アーバンシックは後方からの競馬でした。スローペースで先行打ち目を追走したダノンデサイルが勝ちました。マスターのリーチは、コスモキュランダ77、エコロバルツとアーバンシックは74でした。皐月賞とダービーの内容からコスモキュランダに勝つのは難しいでしょうか？まずね、日本ダービーは、これは皐月賞と一変して、めちゃめちゃスローだったんだよね。なの、そういうこともあって、インの3番手の絶好位を追走したダノンデザイルが抜け出して勝ったと。で、まあ、だからそういう意味で言うと、前行った馬がね、結構上位に来ていたレースで、で、コスモキュランダは、ちょっと出遅れこともあって、ただスローだよねっていうことで、途中からまくっていったんだよね。だからそのまくったのがハマって、とは言わないけど、まあ、後ろのままだったらもっと着順悪かったと思うんで、まくった方がちょっと多少良くて6着と。で、あと、アーバンシックに関しては、もうこのスローペースで1では届かないんで、まあ、ちょっとこれはね、着順ほど悪くないと。で、逆にエコプツは、まあ、ね、逃げて目標になったからっていうとね、ダービーだから、まあ、確かに他が強いからっていうのはあるんだけど、スローの逃げって考えると、やっぱ評価が落ちるんだよね。で、まあ、さっきも話したように、このね、皐月賞ではエコロバルツは出遅れて最後方で、これはハイペースの最後方で、今度はスローの逃げなんで、まあ、なんかこれはやっぱ着順ほど強くないよねって感じがしていて、まあ、間違いなくコスモキュランダがやっぱり日本ダービーのこの3頭の中では内容いいんだけど、アーバンシックはね、まあ、さっき話したようにスローでね、全く競馬にならなかったと見ると、もうちょっと走ってもおかしく、展開次第ではもうちょっと走ってもおかしくないかなという感じがしてます。で、まあ、もともとね、このアーバンシックに関しては、このね、ダービーを勝った馬と、ダノンデザイルと、京成杯で対戦していて、京成杯もスローの前残りの中、ダノンデザイルが後位から抜け出したのに対して、アーバンシック後方からね、0コンマ1まで迫ってることを考えると、アーバンシックはね、確かにちょっとここに1回とかダービーに、皐月賞と、もうちょっとね、走っていい内容だったので、まあそういう意味で言うと、まあコスモキュランダとアーバンシックがやっぱりちょっと2頭力が抜けてるという見方でいいのかなと思いますね。ありがとうございます。では続いてはラジオ日経賞からです。3着のヤマニンアドホック、6着のログラールが出走予定です。ヤマニンアドホックがかなりかかって、先行打ち目から馬群に入って直線追い込み、ログラールは後方ポツンの位置から、
直線は最内を追走しました。この時2着のシリウスコルトは、皐月賞14着、弥生賞は逃げて3着で、勝ったコスモキュランダとは0.4秒差です。マスターの評価を教えてください。ラジオ日経賞ね。まず、上位組では山にホップ。で、この日は、ラジオ日経賞って、やっぱり福島の開幕中ということも、その周りの開幕中で、やっぱり意味がかなり有利なトラックバイアスだったんだよね。で、それを、まあ、確かにね、折り合い書いてたようにも見えてたんだけど、ただ、インの3番手の絶好位から、まあ、伸びを書いちゃってみると、ちょっと力が足んなかったかなという感じもしてます。で、実際、2着馬もそうだし、内を通った馬が上位を独占してるレースなんだよね。で、もうちょっと言うと4着に全く十何番人気の人気のなかった馬が4着に残るぐらいの、やっぱり内側有利なトラックバイアスの好意の因っていうのを考えると、ちょっとまあ、それもね、ヤマニアドープって、その前ね、1勝ずつ勝ち上がった時もスローの短期逃げなんで、まあ強く見ないよね。だからこの馬が来るには、やっぱり、内側が有利とかトラックバイアスになって楽に逃げるか、同じように好意の因でロスダブ乗った時かなと思ってます。で、一方、ログライブに関しても、同じようにね、実はこれも内目で足を貯めていたんで、これもちょっと力足んないかなっていう感じがします。なので、まあ前行ける分ね、この2頭ではあればヤマニーアドホックの方が上だけど、で、そのね、この時の2着でシリウスコルとかサツキショウとかで通用してないし、弥生賞もね、超スローで逃げて3着って考えると、クラシックでは通用しないシリウスコルトが上位って考えると、さっきのダービーのね、上位2頭、コスモキュランダーアーバンシック2頭の方をやっぱり上に取らなきゃいけないなと思いますね。ありがとうございます。続いてはスプリングステークスからです。スプリングステークスから3着のルカランフィースト、8着のスティンガーグラスが出走予定です。ルカランフィーストは内をロスなく乗り、スティンガーグラスは出遅れて後方の内目から直線も最内を追走しました。マスターのミーチはスティンガーグラスの方が高く出ていました。スティンガーグラスの前々走は出遅れて押していきましたが、かかったり、外からかぶされたり、かみ合わない競馬で2着。前走は先行後位から伸びて圧勝でした。マスターの評価を教えてください。もうね、まずね、スプリングステークス自体がね、かなりメンバーが弱くて、まあ、大楽勝した馬もね、その後クラシックで全く通用してないんだよね、ダービーでか。で、まあ、で、ルカランフィーストは、実はこれ、前に、2ゲーム馬が飛ばしてくれて、離れた3番手に勝ち馬がいてくれて、そっからさらに離れたところをルカランフィーストが追走していて、この3着あんまり勝ちなさそうなんだよね。なので、ミーチが低く出てやってんだよね。で、スティンガーグラスの方が、まあね、出遅れて、とか、いろんな競馬を考えると、ちょっとじゃあ、スティンガーグラスの方が8着だけど内容良さそうに見えるんで、で、まあ、スティンガーグラスに関してはね、ここ2回の、競馬がね、結構強い内容なので、まあ、この2頭ならば、スティンガーグラスかなと思いつつも、ただね、さっき言ったように、このスプリングステークスを大楽勝した勝ち馬がダービーで全く通用していないことを考えると、やっぱり道的にもわかるように、ね、コスモキュランダー、アーバンシックの2頭の方が上位と見るしかないのかなと思ってます。ありがとうございます。続いてはプリンシパルステークス3着のアスクカムオモアに関しての質問です。向正面で不利があったそうですが、先行内目から粘りました。外を伸びたダノンエアズロックが勝ちましたが、ダノンエアズロックはダービーでやや後方の内目を追走しまして、5番人気14着でした。またこの時後方から追い込んだ4着のビレムは次走の条件級でスプリングステークス8着のスティンガーグラスに勝っています。マスターの評価を教えてください。そうね。これちょっとね、向こう上面の不利かわいそうだったんで、まあ不利がなければ、もうちょっとね、勝ち馬に迫ったかなという感じはしてます。ね、今の日本の競馬ってやっぱプリンシパルステークスってあんまり高いレベルの結果は出てこないんで、まあダノンエアズロック自体がね、まあやっぱりダービーで全く通用していないことを考えると、そうね。だからアスクカモモアに関しては、前回がね、ちょっとまあ、なかなか2番手追走で強く見えたので、まあ、競馬が上手な馬なんでね、好意の因でロスなく乗ってみたいな競馬で、展開に恵まれてどこまでといった感じかなと思います。ただまあ、今お話したように、まあ、ちょっとやっぱりダービーの2頭、2馬はちょっと劣るんで、本当展開とかトラックバイアスの助けがあって、どこまで上位に迫れるかっていう評価でいいかなと思ってます。ありがとうございます。続いては最後の質問です。
木更津町発着のレガーロ・デル・シエロが出走予定です。出遅れて後方から位置を上げていきましたが、直線は伸びきれませんでした。この時1着のビザンチンドリームは、皐月賞とダービーで惨敗していますが、両方とも大きく出遅れています。また、高山騎乗で負けたジューンテイクは、京都新聞杯1着、日本ダービー10着です。今回のメンバーでは厳しいでしょうか？まあそうね。これもやっぱね、木更津賞自体がね、すごいレベル高いかって言われるとそうでもないし、まあそうね。やっぱりこれ、その前もね、まあここ2回のね、勝ちっぷりはいいんだけど、やっぱね、ビザンチンドリーム自体がね、やっぱり、これ実はこのレースって、スローの前残りの展開の中、ビザンチンドリームが、走ったんだよね。で、太田リヒトはね、後方の内目からちょっとの、の、あの、追い込み2頭なんだけど、まあ、この2頭が大谷人自体もあんま強くないし、って考えると、やっぱりちょっと、力が落ちるかなという感じがしてます。まあ、ただね、ここ2回の2連勝でどう見るかっていうところがポイントで、で、じゃあ、ここ2回のレース内容どうなのって振り返ると、まあ、2走前でね、1勝クラスは楽に先手を取って押し切り。まあ、今回はね、前回はね、指す競馬をしたんだけど、まあ、2着が技物とかってレベルを考えると、やっぱちょっと重賞では展開とかの助けがないと苦しいかなという感じがして、で、じゃあ、そうやって比較していくと、まあ、木更津賞ね、まあ、負けてる上に、このビザンチンドリームとかその比較をしていくと、やっぱダービー上位2頭の方が強そうだなとは思ってます。なので、よっ、展開に恵まれて、やっぱ本当ね、2、3着を取れれば、みたいな感じかなと思ってます。ありがとうございます。それでは教えてマスター Q&A。今週はセントライト記念でした。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。